どうも、なめこです。いよいよ始まった4年ぶりの海外旅行。ターキッシュで日本を飛び立つぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ウプ主はただいま、イスタンブール行きの飛行機に乗り込んだところです。もう間もなく離陸だぜ。ターキッシュエアラインズのビジネスクラスは、2、3、2の横7席で、今流行りの個室感、プライベート感は皆無ですが、その分前後のピッチは半端なく、圧倒的な開放感が特徴です。連れがいればかなり便利な席だと思うぜ。逆にウプ主みたいにぼっちだと、通路側に出るには隣が寝ていたら、足が当たらないように大きくまたいで出ないといけないから、結構しんどいぜ。映像では足を伸ばしてもフットレストに当たらない様子や、ブランケットやスリッパを映してます。フットレストの下には小物が収納できるぜ。肘置きにはシートのコントロールパネルや照明、モニターのリモコン、テーブルが備わっています。テーブルは結構大きいぜ。ごそごそしているうちに、ウェルカムドリンクが運ばれてきました。オレンジとレモネード、イチゴっぽい赤いやつと水の4種類から選べ、よくあるシュワシュワはありませんでした。カラフルな飲み物がずらりと並ぶから、インスタ映えしそうだぜ。ウプ主はオレンジをもらいましたが、めっちゃ甘い、濃い味でした。さてさて、間もなく離陸です。4年ぶりにいつものやつやっちゃいましょう。ウプ主を乗せたターキッシュエアラインズ TK199 便は空港混雑により1時間遅れの0時前、トルコ、イスタンブールを目指し飛び立ちました。日本よ、アバヨー。4年ぶりの海外、楽しんでくるぜー。って、1時間遅れ？こんな真夜中なのに空港混雑でしょうか？ドアクローズしてから30分経っても動かず。また誘導路上でもたびたび止まり、帝国からちょうど1時間遅れでの離陸でした。なので2024年の新年の瞬間は、東京上空で迎えたことになりますね。イスタンブールでの乗り換え時間は何分だっけ？以前に時間あんまないって言ってたけど。1時間10分です。すでに1時間遅れ、ダメじゃん。多少はスピード上げてまくでしょうが、どうなることやら。まあ今回は添乗員付きなので仮に乗り継ぎ失敗しても、
ガイドさんがどうにかしてくれるのでその点は安心です。ね。ツアーにしといてよかったでしょ。もし個人手配だったら今頃ウプ主、機内でパニクってますよ。そもそもこんなリスキーな予定、個人なら鼻から組まねえよ。シートベルトサイン消灯後、CA さんが早々に寝具を敷いてくれました。一応深夜便だから、早々に寝たい人もいるんだろうな。厚みのあるふかふかのシートカバーに枕、毛布がセットされてました。離陸後40分くらいで、機内サービスがスタート。おしぼりが配られた後、テーブルクロスが敷かれ、ナッツとドリンクが到着。ドリンクはシャンパン、なおナッツは温められていませんでした。ナッツの温度動向は、もういい気がするぜ。今回のメニューはこんな感じ。以前はメニュー用紙そのものがモスクのような凝った作りでしたが、今はだいぶ簡素化されていて味気ないです。あと気になったのが、日本発着便なのに日本語表記がないこと。以前のメニューもそうだけど、確かに英語とトルコ語のみで、日本語ないぜ。どこの航空会社も発着地の言語が載ってるところ多いのに、なんでだろうな。スマホのカメラ翻訳機能でなんとか理解できました。さてさてさて、前菜プレートが運ばれてきました。おお、なんかよくわからないけど、めっちゃゴージャスそう。さすがビジネスクラス、ニヤニヤしちゃいます。前菜のメニューはこちら。トルコ料理の前菜か、和食の前菜を選べるようです。またはかぼちゃスープのみか、スープをさらに追加もできるそうな。今回は日本初なので、当然和食で攻めます。日本のケータリング会社が作る和食、美味しくないはずがないぜ。前菜の内容は左から、山芋のからし味噌和え、カニの爪、カラスミと大根、カモのロース、そしてサーモンを酢漬け大根で巻いたやつ。どれもこれも味付けが濃いめで、シャンパンが最高に合いました。アルコールメニューに日本酒があったら最高なんだけどな。シンガポール航空は日本酒ありましたが、今回のターキッシュは積んでませんでした。このピカピカ光る、ろうそく風 LED ライトもいいですね。雰囲気マシマシだぜ。あとパンとバターとオリーブオイル。玉ねぎ頭の白と金の小さいやつは、塩と胡椒です。続いてかぼちゃスープも運ばれてきました。先に紹介したメニューの通り、スープ単体だけも可能だし、各種前菜にスープもプラスすることもできます。空港のラウンジであれだけ食べてたのに、よく食えるな。あれから4時間以上も経過してますからね。そりゃお腹も減りますよ。続いてメインのお出ましです。和食のサワラか、ビーフフライチリソース、タラゴンソースのペンネの3種類から選べ。
うぷ主はもちろん和食のサワラにしました。メニューを訳すと、サワラの切り身の天焼き、野菜とジンソース、アサリご飯、味噌汁、とのこと。そしてこちらがサワラの天焼きセット。天焼きは翻訳ミスでしょうか？全体的に餡状のとろみのある液体がかかっています。ご飯は白ご飯ではなく、アサリの炊き込みご飯で驚きました。ターキッシュ、意外なところを攻めてくるぜ。味噌汁はインスタントって感じの味付けでしたが、これはこれで美味しいです。アサリご飯にはアサリは2個しか入ってなくて、アサリの風味よりも生姜の味付けが濃く感じたぜ。アサリご飯というよりも、生姜ご飯だぜ。最後にデザート。トルコスイーツ盛り合わせ、オレンジアーモンドケーキ、ブラウニー、チーズ盛り合わせ、フルーツから選べ。うぷ主はオレンジアーモンドケーキをオーダーしました。アーモンドケーキの上に、シロップ漬けのオレンジが乗っているぜ。味の感想は、甘かった、とにかく甘々、と書き残しています。ではでは今回はここまで。次回も引き続き、機内での様子をお伝えします。ご視聴、ありがとうございました。